ウラジーミルは、ロシア西部、ウラジーミル州の州都で、人口は34万人。モスクワの東に1 0 0 k m に位置し、モスクワとニジニノブゴロドとを結ぶ高速道路 A7 の沿線。モスクワからは、電車で3時間ほどである。ボルガ川のシリュークリア島側に面している。ロシアのことの一つで、ウラジーミルスーズダリ大公国の首都として栄えた。いわゆる、 黄金の冠を構成する都市の一つ。1108年頃に、キエフ大公、ウラジーミルモノマフにより、要塞として建設されたと言われる。この要塞は、ロストフスーズダリ公国の南東を守るものであった。1238年、モンゴル帝国の襲撃を受けがいは、焦土と化したが、奇跡的にいくつかの中世ロシアの宗教建築が破壊を免れた。 1992年、ウラジーミル市の聖道軍は、近郊のスーズダリ市に残る、聖道軍と共に、ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物軍として、ユネスコの世界遺産に登録された。セミアーチの空港を要し、冷戦時代には、ドブリンスコへ空軍基地があった。ウラジーミル市が擁護の門屋系、クニャーギニンスカヤ教会。モスクワ大抗イバン賛成により寄進された。 ウラジーミルの創建の年は伝統的には1108年とされる。これは原初年代期の1108年の上でウラジーミルが言及されるためである。ここから1093年にウラジーミルを含む地方をロストフス公国の一部として相続したキエフ大公ウラジーミル2世イモノマフがウラジーミルの町を建設し自らの名を付けたという説が生まれている。 1958年には、死の創建850年祭が祝われ、町の中心には、当時作られた記念碑が多数飾られている。これに対し1990年代、ウラジーミルはこれよりも古くからあったという説が登場し、論争となった。現初年代期のイパーチー年代期の解読を行う学者たちが、この地を、ウラジーミル一世が990年に訪れたという。 記述があることから、総建年もこの年に移動すべきとする見解を明らかにした。2005年に可決された、ウラジーメル試験賞では990年を総建年としている。一方、1108年総建設を支持する学者は、新設に対し劣像ではないかと反論している。近隣のことスーズダリは1024年に初めて言及されているが、12世紀の スーズダリ住民はウラジーミルを若い町と呼びその支配者を傲慢に扱っていた。年代記ではスーズダリの人々はウラジーミルの人々を自分たちのホロープであり子孫であると呼んでいる。12世紀から13世紀初頭にかけての構造でもウラジーミルはスーズダリやロストフに比べ若い町と繰り返し書かれている。ウラジーミルが 歴史上重要な都市となったのは12世紀も後半に入ってからのことである。ロストフスー公国を防衛する前哨として建設されたウラジーミルは、北東、ルーシのをウラジーミル2世、モノマフの知性、及びその息子のユーリー・ドルゴルーキーの知性には、政治的にも、軍事的にも重要性は持たず、ロストフやスーズダリが彼らの拠点であり、 そこからキエフに影響力を伸ばした。ドルゴルーキーの息子、アンドレイ・ボゴリブスキーが、ロストフスー公国を継いで以降、彼の住むウラジーミルが、公国の中心となり、以後モンゴル帝国の襲来までの間、その黄金時代が続いた。彼は、ウラジーミル北東郊外の村、ボゴリボボに居場を築き、彼の公国が、キエフ大公国に代わり、ルーシでの主導権を握るようになる。 アンドレイがこの城で殺された後は同じくドルゴルキーの息子であるミハイロ・ユリエビチ、ついでその弟フセボロド3世がウラジーミルに入り、ロストフやスーズダリのボヤールたちと交渉しながら勢力を広げていく。ウラジーミルは広告首都として急速に大きく豊かになり、アンドレイ・ボゴリブスキーの代に、ウラジーミルに生新女終身大聖堂や黄金の門が建設されている。 アンドレイは1164年には、キエフの不主教から分かれた新しい不主教を、ウラジーミルに置こうとすらしたが、コンスタンティノープル宗主教に拒絶されている。ウラジーミルの白亜の聖堂、等、宮殿の建築には、ロシア人、ドイツ人、グルジア人など多くの石膏が携わった。ロシア北方の他の建築とは異なり、高いところには、石の浮き彫りによる彫像があしらわれ、 非常に凝った外観になっている。当時の壮大な建築物群は、今日では3つしか残っていない。アンドレーの築いたボゴーリボボの宮殿の傍らには、ネルリのまま新所秘護聖堂が建設されたが、この聖堂は今日まで残り、ネルリ側とクレア島側の合流点で水に浮かぶように、立っている。モンゴルのルーシ進行のさなかの1238年2月8日、 ウラジーミルはバト率いるモンゴル帝国軍により、陥落した。大化が32棟の大理石でできた壮大な建築軍を焼き払い、大公、ユーリー2世の家族は火から逃れようとして入った教会で焼け死に、ウラジーミルの死去は過うじて逃げ延びた。大公も逃げ延びたが、3月4日の七川の戦いで戦死した。モンゴル軍による破壊後、ウラジーミルは、 部分的に再建されたが、過去の映画を取り戻すことはなかった。ジョチウルスの支配下では、ルーシ諸国の中で最も強い勢力を持った公は、比較的若い町の君主である、モスクワ公もしくはトベリ公であったが、彼らは、ウラジー・メルスーズ・ダリ大公を名乗りジョチウルスへの、降納を行った。1299年から1325年までの、間は、 キエフ不主教がウラジーミルに座し、モスクワに移るまでの間、ルーシ全土を管轄した。ウラジーミルの大公はもともと、ウラジーミル聖新女終身大聖堂で退官したが、モスクワ公がウラジーミル大公の地位にとって変わった後は、モスクワのクレムリンの生新女終身大聖堂が、大公の退官式の場となった。モスクワ大公国の拡大後も、モスクワ大公はウラジーミルに、 多くの聖堂、例えば市の北西 3km の位置にあるスノビツキーの生神女福音大聖堂、クニャーギ人女子修道院などを寄進した。ノブゴロドの公で、ウラジーミル大公となったアレクサンドルネフスキーの遺体は、18世紀に、ピョートル大帝がサンクトペテルブルクのアレクサンドルネフスキー大修道院に移すまでは、ウラジーミルの交端聖堂にあった。 この聖堂は18世紀、中を明るくするために外壁に窓を増やそうとした結果、崩れ落ちている。1992年に、ウラジーミル周辺の古い建築群は、ウラジーミルとスーズダリの白亜の聖堂建築群として、世界遺産に登録された。ウラジーミル市内では、以下の著名な建造物が登録対象となっている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。市の中心部のイタリ生産者大制度を。ありがとうございます。